どうもお疲れ様でございます。今回は改めて危機管理についてお伝えをしたいと思います。2011年3月11日東日本大震災の発生後、ご家庭や職場の皆様はもちろん、私たちも危機管理の重要性を改めて感じました。そして国民の皆さん全員が一度は非常時の対応を話し合ったと思います。あれから6年が経ちました。現在危機管理がどうなっているのかを改めて確認する必要があると考えております。今回はこれまで私たちが想像もしなかった、よその国からの予想が立たない被害の可能性が出てきたことに対し、どうしていくのかということでございます。私たちはこの事態が緊迫してきた時点で、緊急連絡網の改めての確認作業や対処について確認いたしました。この連絡網も毎年確認を行いながら更新はしているものの、新年度の移動など職員の配置も変化し、再確認なども必要でした。こうしたチェックは重要でございますし、ご家庭で6年前に話し合った災害発生時の行動やそれに備えた準備も、明日から始まる大型連休を活用して再確認してみることが重要だと思っております。ぜひ遠方に住んでおられるご家族が帰省するこのチャンスを生かして、いざという時に備えていただければと思います。また企業団体の皆さんは長期休みに入る前にぜひ今一度危機管理の基本連絡体制の再確認をしていただければと思います。横手市では国からの注意喚起をホームページやフェイスブックなどで情報発信をしております。ぜひ確認いただきたいと思います。以上でございます。